スラックラインライダー福田幸美、幅わずか5センチのロープ上で舞うニュースポーツのヒロイン、世界に新しい風を吹かせる人、私たちはこう呼ぶ。世界人はグローバルワークの提供でお送りします。昔から人と同じことをやるっていうのがあんま好きじゃない、自分は自分みたいな。スラックラインは5センチ幅のナイロン製のロープの上を歩いたりポーズ取ったり跳ねたり回転したりっていうスポーツなんですけど、もともと高校の時にクライミングをしていて、でスラックライン自体がそのクライマーがザイルで綱渡りをして遊んでいたっていうことが発祥だと言われていて、最初はクライミングのトレーニングとしてスラックライン体幹鍛えられるからってやってたんですけど、気づいたらやっぱそっちの方が楽しいっていうのがだんだん大きくなってきて、で私はクライミングとダンス結構頑張ってやってたんですけど、クライミングのそのストイックな部分、やっぱ上手くなるにはやっぱ集中して練習しなきゃいけない、頑張んなきゃいけないっていう部分と、あとはやっぱ乗ってる時その人に見せられるパフォーマンス性っていうのがやっぱすごいあるので、人を感動させられるなっていう、そのダンスと似てるなっていう風に思ったのが一番スラックラインにハマった理由かなって思います。競技は1対1のトーナメント制で戦って、ちゃんと審判審査員がいて、得点が1人ずつについて、その点数が上だった人が勝ち上がっていくっていう仕組みで大会が行われます。今多分1位ですね、はい。人によって違うのも当たり前だけど、やっぱ国によっても違うし、勢いとかスラックに対する姿勢とかもやっぱ全然違うところがすごいあるので、もう毎回行くたび勉強になります。その技1個取っても、日本人は結構みんな同じ技、教科書なんかないのに大体決まってるんですよ、これができるようになったら次これみたいな。外国人はそうじゃなくて、自分の個性っていうのを何か1個持ってるんですよ。一人一人個性を持ってるっていうのはやっぱすごい大事じゃないのかなって思います。本当に誰でも楽しめる、その年齢差関係なく、やっぱスラックラインはその高さも長さも自由に自分の好きなように張れるので、本当その人の用途だったり体力、そういうのに合わせてその練習できる、楽しめるっていうのが一番の魅力でもあると思うので、本当にスラックライン好きでなんかやってくれてる人たちはこれからまだいっぱい覚える技があって、これからスラックラインの楽しさを知るんだなって思うと、なんかすごいこっちも嬉しくなって、こっちまでなんか楽しくなってくるというか、もっといろんな人にその楽しさ知ってもらいたいなっていうふうに思います。今は競技としてスラックラインをやってるんですけど、舞台っていうものも自分はすごい好きなので、できればその自分がそのスラックラインでパフォーマンスをする、その一つのショーとして成り立たせてみたいっていうのが大きい夢っていうか、すごい先になると思うんですけど、夢が一つあります。福、福、福。世界人はグローバルワークの提供でお送りしました。